ゼロ円ですよ。うん、ああそうなんですか。じゃあ行きましょう。名古屋に行きましょう。名古屋に行こう。Hello there! 始まりました。もちつチャンネルです。今回はですね、大口先生が僕にインタビューするとそうですね。ですね、はい、司会を逆にするっていうですね。そうですね。そういう形になりますね。ちょっと緊張するんですけど、はい、ちょっと今日お聞きしたいのが、はい、まあ、僕ずっとその、まあ、あの予備校で英語は教えてるんですけど、まあ、これからやっぱ4技能指導が、うん、どんどんあの進んでいくっていう流れにはなってるじゃないですか、はい、その時にやっぱりどういうふうにこう4技能指導を進めたらいいんだっていうか、うんうんうん、明確なメソッドがやっぱない、はいはいはい、そうですね、あのないというか持ってない学校とか、うんうん、まあ、もしくは予備校っていうのもまだまだ多いんじゃないかなっていうふうに思っていて、でそこでいつもなんか先生とお話しさせてもらう中でなんかこうあの4技能指導を先生こうやっていきたいっていう、はいはいはい、そう指導自体じゃなくて、うん、それをなんていうか指導者に伝えたいっていうのがあります、ね、あ、なるほどなるほど。先生自身が、まあ、生徒さんになんか英語で授業をするとか4技能を教えるももちろんやっていきたいんだけど、そうだ、ね、先生たちに対してどうやって4技能を教えるのかっていう教えることをやっていきたいです、ね、そうですね。で自分がやるとなると相当限られちゃうって、うんうん、はい、その子たちだけにしか教えられないもの、なるほどなるほど、なんで、まあ、年に大体まあ何百人かには教えるんですけど、はい、それだけじゃなくて、やっぱ先生たちに教えられれば、はい、そこでその先生たちがなるほどなるほどぼわっと教えられるんで、ね、どんどん広がっていく確かな感じですよね。それなんか先生的にはじゃあ先生に教えるっていう中でやっぱなんかどっか回りたいじゃないけどセミナーでやっていきたい場所って例えば予備校とかですか、それともやっぱ学校ですか。あ、まあ学校でもいいですし、そうですね、うん、学校にいろいろ、まあ、今度リスニングの教え方とか、はい、学校に行ってやったりして。あ、そうなんですか。え、どこでそれはやられるんですか。中高一貫校に行って、でそこの英語科の先生たちに、なるほど、そして教えると。ああ、なるほどなるほど。じゃあそういうのはもうどんどんこれからやっていきたいっていう感じですか。そうですね、オファーが来れば全然日本全国どこでも行きますから。ああ、そうなんですね、はい、それはなんかあのちょっとやらしい話、はい、お金とかはペイはそれはもらえたり越しかもらえられるに越したことはないですけど、はい、全然あの定めませんので。ああ、なるほどなるほど。別にあの上限もなければ上限もなければ加減もありません。加減もない。なるほどなるほど。あの交通費ぐらい出してもらえれば。あ、本当ですか。構いませんので全然、はい、あ、そうなんですか。はい、ゼロ円でも全然いいです。うん、ああ、そうなんですね。なるほどなるほど。じゃあそれも普通に考えたらこんな逃す機会ないぐらいのそうです、ね、話な気がするんですけど、はい、じゃあちょっとその特徴を聞いていきたいなって思って、はいはいはい、先生がその、まあ、先生たちに4技能のセミナーするっていう中で一番なんか先生の講座の特徴っていうか、まあ、こういう風にやっていきますよみたいな、うんうんうん、簡単に説明できたりしますか。あ、まあ重要に基本は合わせますけどね。そのだから英語で教えたいんですけど、うん、全部英語でやんなきゃいけない、どうしたらいいですかっていう。なるほどなるほど。最近英語だけで授業ってとこも増えてますよね。そうですね。その時にどうしていいか分かんないっていうのが、まあ、うん、結構多いんで、そこと、あとやっぱりそう、さっき言ったリスニングのまず教え方がわからないと。うん、あ、リスニング、なるほど、はい。で、あとはリーディングだけど、そこにスピーキングとかライティングとか、はい、そういった要素をどうやって組み込んだらいいのか。なるほどなるほど。うんうんうん。だから今の現行の指導の、まあ、教科書とか使ってるものとか、そういったものに対して、まあ、どういうふうに4技能の、まあ、スピーキングとか、リスニングとかそういったのの、まあ、学習方法というか指導方法を組み込んでいくかっていう感じの形ですか。そういうのはだいぶやってて、まあ、もう今そうですね、今年も高校でいろいろやったんで、高校の生徒たちにはなんか中学生からこれから高校生になりますっていう人たちに教えたりとか、はい、うんうん、高校でその4技能試験対策ですか、うんうんうん、そこでいろいろやってますけど今は、うんうんうん、そういうのをやっぱりその生徒たち、まあ、次の生徒たちにやると、はい、まあ、集まる集まるんですよ。やっぱドワッと集まるので、あ、なるほど、はい、300人ぐらい教えたのかな、それも。え、なるほど。それはごめんなさい、生徒さんに。そう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 。で、だそれをやっぱ先生にすれば、はい、うん、もっと行くのになっていう、もっと教え方が伝わるのになっていう。まあ、なんか今先生的には、まあ、自分が持ってるノウハウとか知識っていうのがうまくこう先生たちに伝播してないじゃないけど、そうそうそう、なんかそういった感覚あるっていう。だからこそこうやっぱ広めたいっていう思いがすごい強い、うん、すごい伝わってくる。なるほどな。それであとはだ4技の試験が分かんないですから、うんうんうん、試験どうしたらいいか分かんない、はい、試験指導のやり方も分かんない、うん、で、まあ、自分自身はそれで
はい、わざわざ受けに行ってますからね、いっぱいで。まあそうですよね、受けてる数やばいですよね先生。受けないと分かんないですからね、やっぱね。うん、確かにな、その通りだな。なるほどなるほど。じゃあそのまあ全部いろいろ知識があって、まあいろんなのを受けてきたりとか、まあ先生海外とかもだって行ってらっしゃって、まあそこでの指導とかもやっぱ見てるんですもんね。うん、まあそうですね。そうそれを自分が習って、まあだとはテフォって言ってこの英語の指導、うん、はい、教授法のセミ、あ、教授みたいじゃない、教授法の資格を取ったりとか。はいはい、で日本ではセルタってまた英語教授法の資格取ったんで、で自分自身は予備校でガチガチに文法訳読で来たんで、それのミックスバージョン、そうです、ミックスというか、うん、どっちにもいい点もありますし、どっちにも悪い点もあるんで、なるほどなるほど、すごい面白い、そこをどうするかっていうのがやっぱり、まあケースバイケースで、あのこっちはこの要素いっぱい取ろうとか、そういうことも組み合わせながらっていう感じで、全部このですね。テフルとかそのセルタ、うん、まあ、テフルとセルタでも結構教え方違ったものもあったんですけど、うん、セルタ型をやってもダメだし、はい、ダメだし、やっぱ全部この文法訳読でやっても、はい、ですね、まあ、求めるものによってそうですけど、うんうん、ですね、4技の試験にはやっぱりどちらもですね、重要な部分ってあるので、なるほどなるほど、そこですね、うん、そういったものもやっぱりちょっと知らせていけるようにならないとなっていうのがあるので、うんうん、まあ、やっぱその全体の、まあ、指導方法、4問技能に向かうための指導方法みたいなのを、まあ、うまく広めるためにも今、まあ、動きたいっていう感覚なんですかね。だから、まあ、やっぱり子どもたちに向けてその GTEC 講座、英検講座っていう、それは、まあ、楽しいは楽しいんですけど、うん、それだけじゃなくてやっぱ一般の子の先生たちに、なるほど、そういう話をしたいっていうのがそうだよね。じゃあこれもじゃあ学校の先生たちメインに、まあ、セミナーをしたいっていうことで、まああとはそうですね、塾でもあの、うん、呼んでいただければ全然そこに行ってやったりとか、英会話学校とかでもですね、そうですね、呼んでもらったことありますけど、そういった学校で地方に行って、うん、その指導をしたりとかもしたんで、うん、いやなんかまあ僕個人の意見ですけど、なんかこう先生の、まあ、個人でもないかな、でも僕の意見なんですけど、なんか先生のそのあの指導方法、まあその莫大な経験から、うん、導き出された4技能の、まあ、指導っていうのをやっぱ知りたい先生たちってすごい多いはずだし、まあ、これからの時代必要になってくるものだとすごく思うので、あの僕自身も自分の予備校を来ていただいて、なんかこうやってほしいなと思うぐらいに。じゃあ行きましょう名古屋に行きましょう、名古屋に行こう。でも本当に名古屋の5は5の5、あ、こうやばいぞ出たなこれ森鉄のいやでも本当にあのいつも話最近あの聞かせて、毎回こっち来て聞かせて、まあ、前回も来た時に動画撮らせていただいたんですけど、はい、その時も本当に4技能あのに対する思いというか、うん、持ってるノウハウから何からってやっぱりすごいなって思ってるので、本当にあの皆さん本当にセミナーぜひあのまあ、呼んでいただいてというか、そうね、うん、したらいつでも、はい、あのいつでもは無理です、いつでもは無理です、でも本当スケジュール開けさせていきますので開けさせていくってそれいやでも本当にあの空いてる時に空いてる時ます、はい、すいません、まあでも本当にみんな応募してほしいというか、ぜひ、ね、はい、あの依頼してほしいなっていう感じです、はい、先生そのこういうじゃあセミナーを先生にやっていただきたいっていう風になった時にあのどこから連絡すればいいというか、あ、はいはい、どこが一番いいですかね。まあ基本的に SNS とかかなって言って、うん、やっぱこうね、 E メールやるとスパムがいっぱい来ちゃうんで、あ、そうですね、そうですね、迷惑メールの方入っちゃったりとかもしますよね。そうそうそう、なんで結構不便でうまくいかないんで、はいはい、まあそのツイッター、ツイッターだったりとか、うん、フェイスブックとか、はい、フェイスブックだったりとか、あですね、あとはインスタグラムとか、はい、インスタグラムだったりとか、なんで一回この日本語のバージョンを壊さむのかって、あとは、はい、あ最近こうですね、はい、そうです、英語森鉄英語チャンネルっていう LINE を始めたので、はい、ね、それそこはあのなんかこう呼び出し音なんですね、それやってるので、はい、そこに。送ってもらえる。なるほどなるほど、まあ基本的に SNS そこで送ってもらえれば全部大越さんが対応します。僕が対応することいや僕も全部教えてもらわないといけない。パスワード全部あげる。全部それなんかそれ大丈夫ですか。なるほどなるほど、でもあのそこら辺から連絡していただければ、はい、っていうことですね。なるほど、もうこれぜひぜひ皆さんこの機会生かしてというか、そうですね、あの、はい、あの応募してきていただいたらと思いますので、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、Give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.